1896年9月1日号の表紙、バニティフェアは、1868年から1914年まで刊行されていた、イギリスの週刊誌。政治、社会、文学のもろもろを、毎週紹介と、副題が付けられていた。この雑誌は、トマス・ギブソン・ボールズが、ビクトリア朝社会の東大的な虚栄を暴くことを、目的として創刊したものであった。創刊号は、 1868年11月7日に、ロンドンで発売された。この雑誌は、ファッション、時事、演劇、書籍、社交行事、最新のスキャンダルなどの記事を読者に提供し、さらに連載小説や言葉遊びゲーム、その他の雑多な情報を掲載していた。ボールズは、この雑誌の記事の大部分を、ジェフ・ジュニアなど様々な筆名を使って自ら、執筆していたが、 他にも、ルイス・キャロル、ウィリー・ワイルド、P.G. ウッドハウス、ジェシー・ポープや、1904年6月から1906年10月まで、編集者も務めたバート・ラム・フレッチャー・ロビンソンなどが、寄稿していた。1911年、すでに財政的に行き詰まりかけていた、バニティ・フェア氏は、フランク・ハリスからトマス・アリソンへ売却された。しかし、アリソンはこの雑誌の立て直しに失敗し、 1914年2月5日には、バニティフェアの最終号が刊行され、同誌は、ハースホーム誌に統合された。バニティフェアのほとんどの号には、同時代の人気者やお偉方などを取り上げた、カリカチュアを、全ー時代の多色スリリトグラフで掲載しており、この雑誌の名物として、当時も、今日でもよく知られている。取り上げられた人物には、芸術家、スポーツ選手、王族、 政治家、科学者、作家、俳優、軍人、宗教関係者、実業家、学者などがいた。延べ2000点以上が掲載されたカリカチアは、同時代の画像による記録となっており、この雑誌の最も重要な文化遺産と考えられている。このカリカチアは、各国の様々な描き手によっており、その中には、マックス・ビアボム、サーレス・リー・ウード、イタリア人であるカルロ・ペリグリーニ、 メルチオレデルフィコ、リボリオ・プロスペリア、フランス人のジェームズ・ティソ、アメリカ人のトーマス・ナストなどがいた。ありがとうございます。